ネーションズリーグ決勝トーナメント決勝日本、イタリア、2024年6月23日タイバンコク、バレーボールのネーションズリーグ女子決勝トーナメント決勝が23日、タイバンコクで行われ、世界ランク6位の日本は同1位のイタリアと対戦。セットカウント1月3日、17から25、17から25、25から21、 20から25で敗れ、47年ぶりの国際主要大会優勝はならなかった。それでも主要国際大会での銀メダルは14年ワールドグランプリ、ネーションズリーグの前身以来となった。バナベ・マサヨシ監督は銀メダルについて、まず今回はパリのオリンピックの出場権を獲得できた。 それと決勝に行けたというのは選手にとって良い経験になったと思う、とコメント。パリ五輪に向けては、選手、スタッフと目標をどこにするのかは話し合って決めたいと思います。と述べた。今大会を通じ、全員が五輪予選を戦ったことがないっていうのがあったんですが、首相の小が中心に自主的に集中力切らさず頑張ってくれた。 それが一番大きな成長だと思う、と手応え。今回ネーションズリーグでオリンピック出場権を獲得したので、次の目標に向かって挑戦したい、と意気込んだ。